それではただいまから知事会見を行います。本日知事からの発表事項はございません。早速記者の皆さんから質問をお受けしたいと思います。何かございますか。山梨県知事の藤原です。まず2点お聞きしたいんですが、1点はリニアの関係で、JR 東海がですね、近く中間駅等のですね、場所について工事を示すと見られるんですが、どのような形で JR 東海から地元に示される見通しになっているか、その辺を分かる範囲で結構なって教えていただきたいということと、あとまた時期についてもどのぐらいになりそうかと、知事の見込みを、お聞きしたい。あと1点はですね、国会で今内閣不信任案の提出等が取り沙汰されておるんですが、そうした、まあ、国会の今の現状の動きについてですね、知事としてどのような見方をされているか、それを伺いたいと思います。まずあのリニアについてですけれども、JR の案がどのような形で、示されるかというご質問でありますけれども、前からお話しておりますように、ルートについては幅3キロですね、でルートが示される。それから駅の位置については直径、5キロの円でですね、示されるというふうに聞いております。どのような形でというのは、そういうことでですね、地図上に言ってますと、そんなにその詳細な地図じゃありませんけれども、その程度 その大まかさで、示されるということであります。それからその時期についてはですね、これは、おそらく今 JR 東海で最終的ないろんな詰めをやっていると思います。まだ具体的にいつ頃という話は来ておりませんし、私ども聞かれてもですね、今の段階ではいつということは情報は持っておりません。しかし遠くではないだろうというふうに思っております。それから、今 の国会、政治の動きについてでありますけれども、内閣不信任案がいよいよ提出されるということのようであります。まあ、やっぱりこういう今のこの非常にこう難局と言われる時期でありますので、急流で馬を乗り換えるなんていう言葉がありますけれどもですね、やっぱり総理大臣を変えるということは、相当今の時点では、時期としていいのかどうなのかと。私としてはやっぱり、まだ震災に発災して、2ヶ月半ということでありますし、この被災地の復興の見通しが立っていない、また福島原発がの事故が収束する見通しも立っていないという状況ですから、いろいろ不満その他はあるわけでありますけれども、やっぱりある一定の時期仕事をして一段落した段階でですね、帰るなら帰るという方がいいのではないかなという感じは、しております。で、こういう時期でありますから、ぜひ与党野党ともにですね、この一致してこの難局を乗り切っていかなければならない。そのために、次に、内閣が編成されるときには、大連立というような形でですね、世界が結束をして、この難局を乗り切っていってもらいたいというふうに思います。JR 東海リニアの方なんですが、これまで知事は、説明する際に、規制同盟会等の場でですね、中間駅の場所等の理由を間違いとか説明してほしいとおっしゃってたんですが、やっぱり伝えられる際には一度いきなりその場に持っていくんではなくて、最初は経過どっかにやっぱり伝えられて、その後に、日程を設定して規制同盟がいたの、やっぱそういう形になってくるんでしょうか。東京の名古屋間全体について
JR 東海が、まあ、おそらく JR 東海の本社で発表するんじゃないでしょうかね。そして権利は具体的な説明があるんでしょうかね。具体的な説明だってあんまり、はい、その図面が示されるだけですからね。あんまりこうそれ以上のそれを示されればそれで、まあ、見れば分からなければして、それ以上詳細って言ったって詳細なことはもちろん彼らはまだ言えないんでしょうか。一応しかし礼儀として説明に来るとかそういうことあるのでしょうか。まずはですね、うん、発見に多分一斉に記者クラブ等を通じまして、うん、発表があると思います。その後、また個別の説明が必要であれば一点それぞれ対応していただくと。記者クラブっていうのは、例えば山梨県であれば山梨県の県政記者クラブですとか、はいはい、担当課長の、推測では、それぞれの県の県政記者クラブのようなところでですね、に JR 東海に来て発表するということですかね。担当者がどなたか散らばって、うん、あ、そうです、まあ、そういうことだそうです。よろしいですか。それじゃあ、はい、すみません、朝日新聞の板垣と申します。先週ですね、県の環境整備事業団の事業報告だったんですけれども、その時に、事業活動内容自体では4億2000万円の赤字ということで、まあ、いや、その他金融機関の借り入れで黒字になってたんですけども、まあ、その4億2000万近く その赤字ということに対する数字のに対するご評価をちょっともう一度改めてお伺いしたいなと思います。まあ、2010年度、22年度のですね、決算を、発表して今承認をしていただいたということであります。3億4373万円の赤字ということでありました。まあ、これは言うまでもなく、料金収入がですね、低迷をした、まあ、それはご案内の通りでありまして、リサイクルあるいは経済の低迷によって、搬入量が減少したことに加えて、昨年の10月から、漏水検知システムの異常検知に伴って、搬入を停止したと、いうことでありますから、搬入が減少したことに伴う、料金収入が、低迷をしたということであります。コストの方については削減努力はしておりますけれども、しかし減価償却はもちろんしていかなければなりませんし、当然のことなら維持管理費等にですね、費用の要素がありました。その結果として、そのような赤字になったということであります。これについてはすでに、アペロの処分場について、将来の収支見通しをお示ししておりますけれども、それと同じ考え方というでしょうかね、原因相対については詳細にそのことを説明いたしましたけれども、それと同じ理由でですね、原因でそういう感じが発生しているということであります。よろしい、はい、じゃあその他ございますでしょうか。はい、NHK 中村です。昨日県議会の方で一般質問に関する多大半の関連質問がですね、配信に、されることが決まったんですけれども、一部の議員からは、自由な議論を妨げるもので、改革に逆行するのではないかと、意見も出てますけど、こういう配信になったことについての、知事の見解とですね、あと答弁する立場としてはですね、関連質問だと事前通告がないで質問ですから、当然緊張感のある、答弁になるかと思うんですが、その辺の答弁する立場としてどう今後変わっていくとかというお考えでいらっしゃるのか、その辺をお願いします。議会でですね、議論をした上で決定したことでありますから、それの良し悪しというようなことは、
私も申し上げるべきではないというふうに思っています。しかし確かにその質問者が一生懸命質問してですね、ご自分の主張を述べられたと、その後高い派から関連質問があってですね、それと反対のというか、それに水を差すようなですね、質問があってですね、それに対してさらに質問者が何か言えればいいんですけれども、それは言えないと。結果として全体の印象は、ある主張をしたけれども、それが何か、水が差されている結果で終わってしまうと、いうことについて、質問者にしてみれば不本意な思いが起こると、いうことは確かにあるだろうと思いますね。ただ議会は大いに議論すべきところでありますからですね、今回のこの決定の良し悪しはともかくとして、いろんな本会議の場でもまた委員会の場でも大いに議論がですね、あることは望ましいことですし、我々としてもそれは想定外の質問があったってですね、あらかじめ通告のない質問があったって、大いにそういうものがあればそれに対してしっかりとお答えさせていただきたいというふうに思っております。その他ございますか。はい、どうぞ。朝日新聞の田中です。リニアの仲介駅の件で今日一部報道で、仲介駅の場所を市川三郷町北部から中央市南区にかけてという案を JR 東海がまとめたというような内容がありましたが、まずそれについてこれまで JR 東海側から県に何らかの説明とか打診とかあったかどうかということと、あとその駅位置についてのご意見をお願いします。駅についてはまだ JR 東海からですね、具体的にどこという話があるわけでは全くありません。確かにある新聞報道でですね、そういう記事が出ているということは私も聞きましたけれども、どういう根拠があってそう言っているのか私には全く分かりません。そうすると、その駅位置についての評価というのも現時点ではできないということです。その報道についてですか。市川三郷から中央市にかけてという場所についての知事 のご所見というのはいかがでしょうか。私としてはしかしその分からんわけですから、それは正しいとか間違っているとかですね、そういう評価は全くできないということになります。で森林環境税についてなんですが、年間500円で、県民税の 5% という素案を今日発表されますけれども、その額とかですねについて全体的にこう知事のご意見をお願いします。これは現在の経済情勢とかですね、あるいは先日、前後に森林環境税についての、県としての考え方を述べたパンフレットをですねお配りして、その際にアンケートも取りました。そういうものを総合的に判断をして決めていかなければならないものだと思っておりますけれども、これについては今日夕方ですか、別途ですね森林環境部の方から、説明がありますのでですね、よくなぜそういう判断をしたかということについてはよくお聞きをいただきたいというふうに思います。いずれにしても総合的な判断としてそのようにさせていただいたいと思います。全く関連なんですが、リニアのその示され、一部報道で示されたことされるその目的なんですけれども、県とすれば、それは要は報道の情報であって、いわゆるその正式な発表を待つというスタンスに変わりはないというようなところでですね、変な詮索をするとか、東海の方へ聞いてみるとか、そういったその要はいわゆる県側から情報をこう取り入れるような、そういう行動っていうものもされるのかされないのか、そういったところら辺も含めてちょっとお伺いしたいんですけれども、私どもとしてはこれについて JR 東海の、
案の提示を待っている段階であって、今の段階でこれについて何か具体的に動くつもりはありませんが、なんか担当課長が、JR 東海に問い合わせてみたところ、JR 東海も全くそういうものが出たのについてですね、どういう根拠が出たのかよくわからないと言っておりますが、まあ、JR 東海もまた今の段階では正しいと間違っているともですね、言えないということだと思います。それ以上のことはもうわからないですね、今の段階では。すみません、続けて、もう一度、次の関連なんですが、市民環境税なんですけれども、まあ、細かい500円 5% は、まあ、今後の説明ということなんですが、もう改めてですね、まあ、その税金ということなので、まあ、経済状況という言葉もありましたけれども、その、まあ、要は周知の時間、まあ、いわゆる9月に、まあ、提案、まあ、来年度の実行を目指してですね、9月に提案されてという話なんですけれども、まあ、県民に対する周知の時間の、まあ、十分さという部分とですね、改めてその必要性ですね、ちょっとうちのご所見をお伺いしたいんですか。まあ、周知の時間についてはですね、やっぱり一定の適切な時間を取らなければいけない、県民の皆様にご負担をおかけすることですから、当然のことだというふうに思っています。まあ、こういうものが必要であるという議論はもうずいぶん前からですね、やってきて、学識経験者有識者会議等も設けて、そういうものをまあ、税を創設すべきであるという結論は有識者会議としては、まあ、もらっているわけですね。で、しかし、これを実施する時期として、まあ、私どもとしては確かあれはいつでしたかね、あれ有識者会議の答申をもらったのか、まあ懇話会ですな、懇話会、これがそうだ、そう21年の11月に懇話会から提言をもらったんですね。で、しかし直ちに実行するんではなくてですね、その時点では国の経済対策等もあって、いわゆる干ばつ、民有林干ばつ等について相当な国の方からですね、資金貢献がなされましてね、で民有林干ばつを進めていく上で、森林整備を進めていく上で必要な財源的な措置が十分あったものですから、まあ、今すぐ税の導入をしなくてもですね、財源的には大丈夫だということで、それから20、23年と、まあ、2年近く構想のままで出てきたんですね。で、しかしそろそろやはりこれは導入していかなければならないということでですね、まあ、今回アンケートを調査をしたりですね、そしてその6月の議会に、県としての考え方を素案としてお示しをするということにしたわけです。あと9月議会で、まあ、6月議会そして、で議論をいただいて、で9月議会でできるべくばこの条例を提出をしてですね、まあ、実施ということになりますと、やはりまた一定のその周知期間を置いた上でですね、実施をしていくということにしたいというふうに思っております。まあ、その必要性についてでありますけれども、まあ、今でもなく、この森林の整備というのはですね、この重要な、地球温暖化対策としてもですね、大変に重要な課題になっておりますから、これはしっかりやっていかなければならない。まあ、特に本県の場合には森林の割合が多い県でありますので、ですね、森林の整備をしていくことが大変大事であります。で、ただその場合に、まあ、財政が厳しいということももちろんありますけれども、まあ、県民の皆さんみんなでですね、の力で、この森林をきちっと整備をして、次世代に引き継いでいこうと、まあ、そういう施策としてですね、この税制を導入をしようというものです。まあ、これはご案内のようにすでに31、県において、実施をされている、導入されている制度でありますから、まあまあ、かなりの県でですね、まあ、こういうものを同じことを実施しているということであります。まあ、そういうことで県民の皆さんみんなの手で、この貴重な森林を施設に引き継ごうと、まあ、いう、この施策としてですね、税制を導入したらどうかと申し上げております。すみません、申し訳ないです。はい、申し訳ないです。今の話でちょっと
あれですか、あの13日締め切りであの30万とかですね、まあ、あのそのアンケートを取られたかと思うんですが、その回答率がですね、まあ、あの1割を切ってるようなことも聞いてまして、その、まあ、そういった中で任意、まあ、いわゆる審査に対する任意がですね、まあ、どの程度その、まあ、必要なことっていうその県の姿勢とですね、そのまあ聴取の対象である県民と の, その温度差がちょっとあるような気もするんですけれども、その辺に関して、まあ、さっきの質問であの周知っていうお話をあの質問させていただいたんですが、その辺もどうでしょうかね。その要は、まあ、回答率、県民の皆さん全国に配布してですね、まあ、アンケートをお願いしたわけでありますけれども、まあ、しかしやっぱり全国に配布して回答率が1割というのは決してそんなにですね、あの低いというようなものではないだろうと、まあ、いうふうに思われております。で、内容もあの今日あの夕方の記者会見で聞いてもらいたいと思いますけれども、まあ、基本的には賛成のご意見が非常に圧倒的に多いと、まあ、いうことでありまして、まあ、正直言ってこういう非常に経済に厳しい時期ですからですね、まあ、あのもっと反対意見が多いんじゃないかと私は思ってたんですけれども、あの俺はそう以上にですね、県民の皆さん、あの森がしっかり守っていくべきだという考え方が立っておられるな、まあ、いうあの印象を受けた、アンケート結果でありました。まあ、そういうことでですね、やはり県民の改正はあの進めていきなさいと、しかしやっぱりその我々 の, あのこの拠出した財源はですね、例えば基金としてきちっと管理をして、森づくりにしっかりと使っていきなさいと、まああの有効に使うようにですね、まあ、そういうご意見もいくつもありましたしね、あの県民の皆さんはあの基本的には配線としては、賛成していただいているというふうに思っております。その他ございますでしょうか。はい、毎日新聞の岡田です。リニアについて、ちょっと知事のお考えを伺いたいんですけども、まあ、JR が駅の位置の案を示しても、それで決まるかどうかわからないわけでして、で、国交省の審議会の答申がですね、大臣への答申の中で、まず駅の位置について、国がですね、事業者と地域の調整を支援すべきと、そして駅の建設費の負担、これもまあ今地元負担ということを JR が言ってますけども、そういうの金のかかり方も含めて調整が行われることが望まれるという文言が入ってますけど、駅の位置の調整とあと建設費の負担について国が関与する場合、どのような関与のあり方が望ましいというふうにお考えかをお伺いしたいと思います。まあ、どのような関与が望ましいかというご質問ですけれども、まあ、あのおっしゃるようにその駅の位置の問題とか、とりわけまあ駅の費用負担の問題ですね、まあ、これは今あの JR 東海とあの沿線9都県で考え方が相当異なっておりますから、まあ、これはあのしかしとはいっても両者の間でこれから十分調整していこうと、時間もある話ですからね、そういうことになっておりますから、まあ、あの当面はあのその今おっしゃった問題については、9都県と沿線の 9都県とそして JR 東海の間で、協議をですね進めて、なんとか円満にですね、一定の結論を得るように努力をしていくわけです。まあ、しかしあのどうしてもやはりあのそこであの結論が得られないというときにはですね、まあ、国がいつまでも傍観者であるというのは望ましくない。やはりあの国があのそういうときにはきちっと出ていってですね、両者の意見を聞いてあのその上で、結論が得られるようにですね、積極的にの役割を果たすべきだというのが、この小委員会の意見だと思いますね。それは全くその通りだというふうに思っています。まあ、しかしあのもうすぐなんか国が出てきて何かやるということじゃなくて、これはあの国土交通省もそのつもりですが、まあ、まずは両者の間でですね、よくよく議論してあの円満にそのまとめてくださいと、まあ、いうスタンスなんですよね。で、沿線都県もまた JR もそのつもりですから、あの当分の間はお互いに議論をしてなんとかまとめていくという努力をしていくということになると思います。ギリギリどうしてもなんかこの問題が話がつかないと、で、つかないがゆえにまたあのスケジュールが遅れるというような事態になったときにはですね、国のとしてはこの調整、というですね、仕事を決してその回避するものではありませんと、まあ、いうことだと思いますですね。
正規新幹線、従来の新幹線ですと、まあ、国の補助が使えるという制度がありますけど、まあ、今の話ですと、すぐに国がそういう、お金を出すような仕組みを作って、運用すべきだということではないという。それはそうじゃありませんね。今の段階で国が何かお金を出すというのは、議論は全く受けておりません。なんか、ただいま。UBC部の方です。山梨大学が昨日、農学系の進学部の設置計画を文科省に提出したんですけれども、設置後、あるいは設置前で、県として連携、協力できるようなことを計画されているようなことがあるかもしれません。山梨大学が、この度、まあ、生命環境学というものをですね、設立をするということで、国に認可の申請を出したということであります。もうすでに国の方も前向きでありますから、まあ、そういう方向で、生命環境学という新しい学校が実現をするということになりますというふうに思います。まあ、本県としては大変に喜ばしいですね、ことだというふうに思います。山梨大学はご承知のように従来の教育学部と工学部を持った山梨大学と医学部の山梨医科大学が関係して医学と工学と2つの学部があるわけでありますから、まあ、そういう意味でまさにこの生命環境科学というようなものはですね、十分大学として取り扱える能力を持っているんですね、まあ、そういう意味でこういう学部ができるということは大変に我々としては喜ばしいことだと思っておりまして、まあ、かねてから山梨大学には、まあ、県としてできることは、最大限の協力はいたしますというふうに言っております。今のところは具体的にこういうことで協力してくれって話はないんですけれどもですね、まあ、これからも県として最大限の協力を増していきたいと思っております。その他はございますでしょうか。はい、すみません、昨日ですね、ブドウのベト病について県から、まあ、注意報が出されました。ベト病去年、まあ、流行したことでかなりブドウの農家さんにかなり打撃を与えましたけど、まあ、それを踏まえて今年県の、まあ、農業の基幹ともいえるブドウに関してですね、どういうような心構え県として、対策を組んでいかれるつもりかお願いします。おっしゃるように、まあ、今年もベト病の流行がですね、非常に懸念される状況であります。やっぱり去年大流行がありましたから、それだけ当然のことなら、その病原菌が生き残っているわけですよね、たくさんね、起こす可能性があるわけです。まあ、それに加えて、どうもこの長期予報によると、比較的曇天、あるいは雨の日が多いという予報もあるようでありまして、ベト病が発生しやすい、年である可能性が大きいと言えると思います。まあ、そういうことで、まあ、最大限の注意を持って、行かなければならないということで、注意報をですね、出したところであります。病害虫発生予察注意報というものを発表をしたところでありまして、まあ、防除の徹底を図ることにしているわけであります。まあ、具体的には去年の経験も踏まえて防除対策のマニュアル的なものをですね、作っておりますから、まあ、これを農家全国に配布をする、あるいは県のインターネット等でですね、農家の皆さんに周知を図る、まあ、いずれにしても薬剤散布をはじめとして、防除対策というのは、まあ、確立しているわけですね、まあ、これをきめ細かくきちっとやってもらうということであります。まあ、そのことを引き続き地域の農政事務所とかですね、まあ、そういうところで農家の皆さんと緊密に連携を取りながら、防除を徹底するようにですね、していきたいというふうに思っております。その他はございます。内容でしたら、以上で会見を終了させていただきます。